こんにちは、千葉です。今回は、仕事で使える Excel のテクニックっていうよりかは、数式を使った頭の体操的な内容でお送りしたいと思います。この画面に表示してます通り、文字列の順番を数式で逆にしたい。まあ、そんな時にどういう数式を作ればいいのかっていうのを考えてみます。 よくマクロのループ処理の教科書みたいなやつに書いてたりすると思うんですけども、マクロみたいにプログラムすることができるんであれば、ループの処理でデクリメントすれば、文字の順番を逆にするっていうのは比較的簡単だと思うんですけど、それをこのワークシート関数の数式でやるにはどうするのかなんですね。では、どんな考え方で数式を作っていけばいいのかっていうのを、まずは材料を考えてみます。でここにこういう ABCDE っていう文字列があったときに、 これを逆順にしたいので、欲しいのは EDCBA っていう、こういう文字が欲しいんですね。で、これが欲しいときにどういうふうに考えるかっていうと、まずこの文字列って5文字ですので、1、2、3、4、5っていう、こういう連番を作ってみます。で、この文字の中の位置的には1文字目の1文字を取っていく。2文字目の 一文字を取ってくる。三文字目の一文字を取ってくる。っていう風に、それぞれの文字の位置で一文字ずつ取ってくる。というようなことをやってみます。で、文字列の何番目から何文字の文字を取ってくるっていうのは、ミットっていう関数でできますので、イコール、ミット。で、対象の文字列はこれですね。で、F4 のキーで絶対参照にしておいて、で、カンマで開始位置っていうのが一文字目。これですね。その一文字目から何文字欲しいかっていうと、 今は1文字ずつ取っていきたいので1を入れます。で、カッコ閉じて、センター押すと、この文字列の1文字目の1文字を取ってくるので A ですね。で、あとはこの数式を、このセルの右下のところダブルクリックしてコピーして、2文字目から1文字、3文字目から1文字、4文字目から1文字っていう風に、それぞれの文字の位置で1文字ずつ文字を取ってきます。こんな感じで、文字の位置のインデックスみたいな並びを作ってやって、それを使って、 ミッド関数で1文字ずつ取ってくるっていうようなことができますので、じゃあ逆に言うと、ここの順番をひっくり返してやれば順番逆になるんですね。というわけで、12345じゃなくて、54321っていう順番ひっくり返し、インデックスみたいな列を作ってやります。で、数式はこれと同じですね。この数式コピーして、ここに貼り付けます。で、参照してるのは、ここ絶対参照したので、同じく ABCDE の文字を参照してます。で、開始位置は、 一個左のこれですね。で、これをやっぱり一番下までコピーすると、e D, C, D, A といった感じで、順番逆に文字を一文字ずつ取ってきます。で、あとは、これを全部くっつければいいですね。文字列を全部くっつけるのは、じゃ、ここにくっつける数式を作ってみます。イコール、コンカット。読み方はよくわかんないですけども、このコンカットですね。で、この関数使って、ここからここまで。 範囲選択して、過去閉じると。これで Enter を押すと、このように、ここからここまでの文字が全部くっつきます。考え方としてはこういう感じなんですね。対象の文字数分のインデックスの列を作ってやって、で、そのインデックスに対応した文字1から1文字ずつ文字を取ってきて、それを最後に1個にくっつけると。といった考え方で、ここからこれが作れるんですけれども、これ作るために、今、必要だったのはこれですね。 でこんなのを作って、いちいちこうバラバラと文字をばらけさせてで、それでくっつけるというようなやり方じゃなくて、もう一個の数式だけで、ここからこれを一足飛びに作りたいような、まあそういう時ですね。これは最近の Excel で強化されてきている配列の考え方を使うと、そういった数式を作ることができますね。ただ考え方としてはこれと同じです。 最終的にここのセルにその文字列の順番を逆にする1個の数式を作りたいんですけども、ちょっと下の方で材料を作っていきますね。まずはこれが欲しいですね。文字数分の逆順のインデックスの配列が欲しいので、ここにその配列作ってみます。で、そのために使う関数がゴールシークエンスっていう関数ですね。 数列を返しますと書いてますけども、これは連番作るような機能ですね。例えば、第一奇数の行に5。で、これだけでカッコ閉じて Enter を押すと、12345っていう連番ができます。で、今回は、12345の連番じゃなくて、行数は、まあ5でいいんですけど、対象の文字の文字数が行数になりますので、5じゃなくて、連ですね。連っていう関数で、この文字列の文字の長さを調べます。これだけ F9 のキーで見てみると、 文字列の長さは5文字っていう値を得ることができます。Ctrl Z で戻してで、配列の行数は5。で、列は1でいいので、次は省略します。で、開始。開始も5ですね。5から始まって1で終わってほしいので、これと同じですね。で、最後のメモリ。このメモリっていうのは、省略すると1ずつ増えていくっていう配列になるんですけども、今回は逆に1ずつ減ってほしいので、 マイナス1にします。で、カッコ閉じる。と。こんな感じの数式作ってエンター押すると、5、4、3、2、1っていう配列を得ることができます。で、こういう逆順のインデックスの配列を得ることができたので、じゃあこれを使って、これを作ります。このミッドで1文字ずつ文字を取ってくる。これに関しては、このミッドと同じものを使っていきますね。この配列に対応して、イコール mid、ミッドで、文字列は、 これ。で、開始位置先ほどはこの1個のセル選択して1文字を取ってくるみたいな数式にしたんですけども、これでエンターを押すと、この文字ですから5文字目だけ1個取ってくるっていう数式になりますけれども、このミッ d の開始位置のところ、ここを B6 じゃなくて B6 の後にハッシュをつけます。そうすると、 この部分のセル範囲っていうのは、1個のシークエンスの数式によって作られた配列がスピルによってこう下に伸びている状態ですので、B6 のハッシュって打つと、この B6 のセルに入力したシークエンスの数式によって生成された配列の並びすべてを指すことになりますね。で、これで Enter を押すと、下までギョンと伸びますね。で、あとは最後にこれを全部くっつければいいんですね。イコール、オンカットの、で、くっつける、 文字はここからここまでなんですけども、もう勝手に C6 ハッシュっていう表示になりますね。なぜなら、このセル範囲は C6 のセルに入力した数式がスピルによって伸びた部分ですので、そういった場合はこうやって勝手にハッシュがつきますね。で、カッコ閉じてエンター r すと EDCBA っていう文字列ができます。で、今こうやってシート上にバラバラの数式で作りましたけども、これを1個に合わせるんですね。で、最終的に欲しい数式はこれ。 なので、ここに貼り付けます。こんな感じで。貼り付けるんですけど、この数式は、ここ参照してますので、この青い部分の数式をこっちに置き換えます。この青い部分の数式っていうのは、これですね。これをコピーしてこの、この C68 の代わりに貼り付けます。これも結果は同じですね。で、次。まあ、さらに、この赤い部分は B68。ここは、やっぱりここのセルの数式によって出来上がってるので、この数式コピーして、この、 部分 C6 の代わりに貼りに付けます。すで、エンター。そううると、もうこれらはいらないいなですね。この1個の数式だけで対象の文字列をこのように引数指定すればこれだけで逆順のテキスト出来上がりますのでもうこれはいらないですね削除しても特に問題なしですというわけで結論としてはこんな数式を作ることでテキストの順番を逆向きにすることが でできるとうことですね。もしかしたらもっと簡単な方法とかあるかもしれないんですけれどももしこっちの方がいいよっていうのがあったらぜひコメントで教えていただければと思いますまあ実際にこれちゃんと変換してくれるかっていうのを確認してみますけども ABCD じゃなくて A, E, U, A, O にしてみますこれで Enter を押すとちゃんとこう A, U, E, R に逆になってますね これちょっと消しといてと。という感じで、配列の考え方を使うと、まあ、今までだとループの処理回さないとこういうことできなかったりしたので、VBA でプログラムしないと無理でしたね、みたいなことも、この配列の考え方を使ってやると、シート上の数式だけでこんなこともできたりしますね。でそんなに長い数式ではないと思いますけども、まあ、関数自体いっぱい使ってるんですね。コンカットとかミットとかシークエンスとかレンとかなんかいろいろネストしまくっているので、こんなに関数をネストしちゃうと数式がはわかりにくいっていうような場合には、 まあそれぞれの工程をレッド関数で分けて名前つけてやるっていうのも一つのやり方ですね、まあ、実際ここのセルにこの数式をちょっと変えたものを作ってみます元の数式これですのでこれコピーして、まあ、一旦ここに貼り付けときますでちょっと数式バー広げて一番頭にレッド関数を入れといて で、AltEnter でちょっと開行しますね。で、まず対象の文字列はこれですので、対象文字列で B1。B1。で、カンマで。この B1 っていうセルの値に対して対象文字列っていう名前をつけるっていう感じですね。で、あとはこれをどんどん追加していくだけです。で、あとは文字、長っていう名前で、この連の B1。これが文字の長さですね。まあ、ただ B1 に関しては対象文字列って名前つけてるので、 b1 の代わりに対象文字列を入れます。で、さらに改良してで、あとは逆順のこのインデックスですね。このシークエンス関数を使って作った54321って逆順の数値の並びですけども、これも別途名前つけておきます。逆順インデックスみたいな感じで名前をつけて、で、このシークエンスの関数の部分を貼り付けて、で、この連 b1。 この文字帳っていう名前つけてるので、レーン B1 の部分は文字帳に置き換えて、こんな感じで。で、カンマ。で、さらに、移動して。で、あとはミッドですね。ミッドで逆順文字列を作ります。逆順文字列の、また配列ですね。ミッドのここからここまでですね。これをコピーして。で、このシークエンスの部分は逆順インデックスなので、 もう名前つけてますから、ここからここまで、逆順インデックス。で、B e これは対象文字列って名前つけてるので、対象文字列に置き換えて。で、最後、この逆順文字列の配列を結合します。逆順文字列結合っていう名前にしておきますかね。で、c o n c r t で、くっつけるのは、この逆順文字列の配列をくっつけます。で、最後に、 帰ってきて欲しいのは、この逆順文字列の結合した文字列が欲しいんですね。これが最後です。で、こっちはいらなくて、レッドの格好を閉じると。こんな感じで、やたら数式自体は長くなっちゃってるんですけど、まあ、それぞれの工程は関数1個だけ出てくるようにしておいて、まあ、そのパーツごとに個別にこうやって名前を付けて定義してやるっていう感じですね。じゃあこれでエンターを押します。 そうするで、これも数式を下に表示したいんですけど、でやたら長くなっているので、ちょっとセル結合して見やすくしときますね。はい。数式としてはこんな感じですね。まあ意味としてはこれと全く同じなんですけども、まあレッド関数を使ってそれぞれの工程に名前を付けるっていう感じのことをやってもいいんですが、まあ見ての通りやたら長くはなってしまいますね。どっちがいいかっていうのはまあ正直好みなんですけど、数式の 文字数は極力少ない方がいいっていうんであれば、こっちでいいですし。いや、関数、ネストさせると、わかりにくいから、極力関数が入れ子になってるような構造はない方がいいっていうんだったら、こっちの方がわかりやすいかもしれないですね。まあ、その辺はお好みです。結果として得られる値同じなので。で、こっちの列を使うと、まあ、いい点としては、まあ、各工程がこうやって分けてわかりやすくなるっていうのはあるんですが、もしこの B1 のセルっていう対象の文字列のセルが変わった場合、 こっちの数式だと、B1、B1、B1 ってこの3箇所修正しないといけないんですね。ですが、こっちのレッドの場合は、一番頭のこの B1 変えるだけで終わりですね。あとは、どこもそのセル参照してませんので、この1箇所変えるだけで済むようになりますね。まあそういったメリットもあります。このあたりはちょっと長くなって逆に分かりにくいっていう人もいるので、この数式の作り方に関しては、自分が分かりやすいとか、他の人が見やすいとかっていう、いろんな目線がありますので、お好みのものを使ってください。 で今回こういう文字列の順番を逆にするっていう数式を作ってはみたんですけど実際仕事でこんなことをやる人って多分いないと思うんですねもしかしたら1万人1人ぐらいはこういうことよくやりますっていう人いるかもしれないので、まあ、もしそういう人がいるのであれば、まあ、毎回毎回こんな長い数式を用意するのはまあちょっと 面倒だったら意味にくかったりするので、まあそういった場合は、こっちかこっちか、まあこういった数式に対してラムダ関数で定義してやった方がいいかもしれないですね。まあ実際この辺に作ってみると、まあ数式自体はこれなんですけどね、この数式に対して名前を付ける感じですね。まあとりあえずこのセルのところでチェックしてみます。イコール、ラムダ、で、パラメータ。まあ今回引数で渡すのはこの文字列だけなので、まあ X でもいいんですけど、 まあ多少わかりやすく対象文字列とかにしておきますか。で、対象文字列。まあこれが引数で。で、数式はさっきコピーしておいたこの数式ですね。まあちょっと横長くなっちゃうのでこっちの数式バーで見ますけども。これが実際の数式です。で、対象文字列がこの B1 の代わりですね。これが引数としてここに入ってくると。で、ランダの格好を閉じると。まあ、これだけだとダメですね。これで エンターを押してしまうと、もう軽くっていうエラーが出てきます。っていうのもこの対象文字列の引数、実際には入ってませんから、まあ、チェックのためにこの後ろにカッコでパラメータのこの対象文字列の引数の値を指定してやります。こんな感じで B1 を選択して、カッコ閉じて、これで対象文字列として引数をセットしてやりました。これでエンターを押すと、 ちゃんと、え、う、い、あって逆になってますね。なので、このラムダ関数で定義したこの数式はちゃんと機能してるっていうのは、これで確認できます。確認できますけども、これ、セルの上にこうやってラムダ関数で入れてもあんまり意味ないので、この引数の前の部分までですね、ここまでコピーして、これはもういらないですね。コントロールと F3 のキーを押して、名前定義のウィンドウを出して、新規作成をクリックします。そうすると、名前を登録するウィンドウを開きますので、さっき、 コピーしておいたラムダののの数式をここ参照範囲のところに貼り付けますで、頭はイコールですね。イコールラムダから始まってラムダの括弧を閉じるところまで。一番最後に追加していた引数の部分はいらないですね。この参照範囲に貼り付けて、で、この数式に対して名前を付けます。で、名前はテキストを逆順にするので、 テキストリバースっていう名前にしておきます。まあ、これは適当につけてます。まあ、一応コメント入れときますか。対象文字列を逆にするっていう感じでコメントを入れときます。じゃあこれで OK をします。これでテキストリバースっていう名前で関数として登録されました。で、閉じて、じゃあここに今作ったばっかりのテキストリバースの関数を入力してみます。ゴールテキストリバース。ちゃんと出てきますね。で 引数は対象文字列。i, u, a, o のこれですね。で、カッコを閉じて、これでエンターを押すと、ちゃんと文字の順番逆になってますね。まあ、もし、こういう文字列の順番を逆にするっていうことを頻繁にやってますっていう人がいるんだったら、まあ、あらかじめラムダでこの数式を何か別の関数として定義してやった方がスッキリするかもしれないですけど、まあ、あんまりこういうことやる人いないと思うので、まあ、ここまでやる必要はないような気はしますが。 でちなみに今ラムダでこのテキストリバースっていう名前で関数作ったんですけど、でこのテキストリバースっていう関数はパワークエリーだと関数としてあるんですね。で、おまけでちょっとそちらも紹介してみると、データタブのデータの取得、でパワークエリーエディターの起動、これパワークエディター開きましたけども、まあ今全然クエリも何もない状態ですね。で、このクエリのこっちの列のクーラーのところを右クリックして、新しいクエリその他のソース、 で空のクエリを選択しますそうすると、クエリ1っていう名前で、まあ、何もない空のクエリが作られます。ここに例えば、まあ、今回だと ABCDE ですねっていう文字をただ単に数式バーに打ち込んでエンターをします。まあ、そうすると、まあ、ソースっていうステップ1個だけのこの ABCDE っていう文字列が返ってくるだけのクエリ1っていうクエリが作られました。で、この ABCDE っていう文字を元にして、これにステップ1個追加します。右クリックして、 あとにステップの挿入。で、カスタム1っていうステップ作られますけども、まあ今はこのイコールソースなので、1個前のこのソースのステップの ABCDE の文字列がそのまま表示されてるだけですけども、このカスタム1のステップの数式バーに、テキストリバース。これですね。この関数を使ってみます。これは今パワークエリ上で入力してますので、デム関数ってやつですね、いわゆる。で、カッコでソース。 ステップの文字を囲んでやるとでこれで Enter を押すとこんな感じで EDCBA っていう風にこのソースのステップの文字列がひっくり返ってますね。 という感じで、M 関数の方だとテキストリバースっていう関数があるので、文字列をひっくり返すのはすごい簡単にできますね。はい。では今回は VBA でのプログラムとか一切なしで、数式だけで文字列の順番をひっくり返す数式っていうのを作ってみました。配列っていう考え方を使わないと、どうしてもこういうふうに文字をバラしてやってそれを結合するっていう、この余計な作業スペースみたいなのが必要になってくるんですけども、配列の考え方をちゃんと使えば、 このように数式だけで文字列の順番をひっくり返すっていうのも比較的簡単な数式で、まあ、この数式を簡単と見るかどうかは人によると思うんですけどもあんまりごちゃごちゃしてない数式で文字をひっくり返すこともできますこの他にもこんないい方法ありますよとかこっちの数式の方が簡単ですよとかおすすめの方法がありましたらぜひコメントで教えてくださいそれでは今回の動画はこれで終了ですこちらの動画は役に立った ためになったという方はぜひチャンネル登録チャンネル登録横のベルマーク高評価コメントお願いしますでは最後までご視聴いただきありがとうございました次の動画でお会いしましょう